日本の教科書教科書は学問などを学ぶときに主たる教材として用いられる図書。正式には教科用図書という。なお、市販されている教科書とその他の教材との区別はがある。学校教育とりわけ初等教育や中等教育では国や地域によって様々なタイプの教科書が使用されている。 政府と民間の関わり方の違いによって以下のように対別することができる。下表に主な国の初等教育における教科書制度の違いを示す。イギリスにはガイドラインはなくアメリカでは自治体が、フランスでは政府がガイドラインを示すが教科書検定は行わない。ドイツは検定を行うが国でなく自治体が行っている。なお、 外国人学校、特に国籍、民族、言語などが特定される場合は、本国の教育制度に対応した教科書を使用することが少なくない。例えば、日本における韓国学校は韓国の国定教科書を使用、日本フィンランド学校はフィンランドの民間の教科書を使用、日本国外の日本人学校は日本の検定教科書を使用する。 アメリカ合衆国の教科書は K-8 用、第7から12学年用、AP 用に大別される。AP 用は、大学入学前単位認定プログラムに対応しており、大学での単位認定が認められる場合が多い。フランスでは科目によっては、教科書が使用されず、各教師の配布するプリントなどが使用される。また、教科書が使用される場合でも、貸し出し制である。 イギリスには教科書検定制度はないが、サッチャー政権以降、ナショナルカリキュラムが導入されており、また、日本のような1学年ごとではなく2から3学年をひとまとめにしたキーステージの段階ごとに構成されている。ドイツでは1972年以来、ポーランドと共同で歴史教科書を作成している。ノルウェーでは教科書は無償で貸し出し制。 教科書にはカバーをつけ、一年間使った後にカバーを取って返却する。オランダには教育の自由の保障の観点から、教科書検定制度がない。教育研究家のリヒテルズ・ナオコによれば、著しい異端的な価値観は、まず父母や保護者が気づいて批判する。子供を他校に転校させる、という形の批判は、学校存続の危機につながる。だから、 オランダの教科書の予想、またそこで使われる方法は、出版社によって、かなりの違いがある、と指摘している。アメリカの、生物教科書を見て、神奈川県立青少年センター池田博明及び、夏季節各国事情、アメリカを参照。NHK、週刊子供ニュース2007年11月10日放映の、教科書はどう作られるをもとに作成。 宮台真嗣日本の難点検頭者、新書、2009年、72ページ AB、諸外国の教育評価。新興出版社、K. 林館シ2020年11月29日閲覧。アメリカの生物教科書を見て、神奈川県立青少年センター池田博明、近年では、宗教的な原理主義に対する教育現場の反発が強いことから、 創造論から発した創造科学によって宗教色をカムフラージュしたインテリジェントデザインを生物教育に導入しようとする動きが高まっている。しかしこれも科学者、教育者側からは疑似科学に過ぎないとの強い批判を浴びている。読売入試必勝講座 w i ズ河合塾読特英語講座12月15日号第3期科学技術基本計画のフォローアップ。 理数教育部分に係る調査研究。ドイツ・ポーランド間の歴史教科書対話に関するメモ。2008年2月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年9月23日閲覧。外務省サイト、ノルウェーの学校情報平成21年3月更新記事、リヒテルズ。 なおこオランダの学校教育一大原則としての教育の自由なお日本における学問の自由とは意味が重なるところもあるが異なる。オランダの学校教育重学生との歴史解釈を奨励する歴史教育。ありがとうございます。